シンポジウムでは今年4月に時間外労働の規制が強化されるいわゆる2024年問題で建設業界や運輸業界の関係者や医師がそれぞれが置かれている現状について講演しました。建設業界からは時間外規制で収入が減ることへの不安や待遇改善が進んでいないことなどが報告されました。運輸業界ではドライバーが足りなくなり必要な荷物が届かなくなるケースなども懸念されていて、会場では働き方改革の在り方についても議論しました。